ですね、これ全日本プロレス合宿所のですね、これなんとお風呂場、これあんまりねお風呂場もね見たことない人多いんじゃないかなと思って、ちょっと今日はねせっかくなんでお風呂場も行ってみましょう。これ見てください、この大きさ。この風呂場の大きさですよ。僕も入ってみましょう。これだって僕でこのサイズですから。ってことは4人は確実に入りますよね。そうで、これが練習終わってここでこうシャワーを浴びて、さっきのリビングでちゃんこ鍋を食べるっていうのが流れですね。すごい。だから環境めちゃくちゃいいでしょ。多分選手疲れた、体の疲れた選手はこういうお湯を使ったりする選手もいるんでしょうね。なるほど。うん。大丈夫、そんな、はい、綺麗な場所にその土で入って。いや、いいんですよ。後で洗うんだからどうせ。だから、あ、そうだ、洗うで思い出したんだ。掃除もね、はい、やっぱり選手は何時に起きてとか、このここに住み込んでる選手はこの掃除もしっかり決められてますから。そうそう、すごいですね。僕も今まじまじと見たのなんか初めてなんですけど、これ3つぐらいありますね。だからここは意外とね、このお風呂場もねいいですよね、こういうシーンっていうのは。ケンさんも結構使われます。いや、これは使ったことないですね。もうシャワーのみっていう感じですね。だからね、選手疲れたらね、こうお湯に浸かったりしながらコンディションを整えるんじゃないですかね。じゃあちょっとせっかくね、こう、はい、お風呂場を見せていただきましたから、はい、ちょっとエアで、なんすかエアで、見てる雰囲気もやっぱ、あ、いつも、あ、だからこうやって撮るでしょ。エアでまずこう撮って、こうこっちにピッてひねるんですよね、はい、そしたらお湯が出ます、はい、でこうシャーって、まあ一本タイプじゃない、シャーってこうタイプで、まあ基本的にはこうですね。でこうだいたい右手で持ちますから、で左手でこうやりながらこうこうこうやって、まあシャンプーをやってガーで浴びて、でボディーソープでゴシ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 つってガーっつって、こうブワーつって、よし終わったって。何やねんこれ、いらんやろこの時間は。あ、まあスーパースターはこんな体の洗い方するんだとか、まあ確かにスーパースターがどっから体洗うか気になりますよね。しかも立ちなんですね。立ち立ち、なんかまだ練習後ってなんか座る気になれないんですよね。っていうのとかも今知り得たじゃないですか。確かに、それによって、まあこんなお風呂場ですよ。はい。はい。たらもうじゃあ、はい、ラスト、ラストです、ね。ラストでお部屋みたいなの行ってみましょうか。いいですね。ちょっとどういう雰囲気かっていう。はい。じゃあちょっと行ってみましょう。それではこれからですね、その若い選手の住む合宿所のお部屋に行きたいと思います。それでは。俺がジャンプしてその上までも行っちゃいましょう。ワープします。せーの、いやー、やってまいりましたよこれ。はい、ワープできるんですか。いや、ワープできるよ。それは俺誰だと思ってるんですか。ワープはまだまだいけるよ俺も、うん、現役現役現役2階ですよ。そうそう、全日本プロレスは1階がリングがあって、で食事するようなところがあって、で上が今こうやって選手たちの住む若い選手ね、これから入ってくるであろう新人の方たちが住み込むような場所ですね。ね、中は今ね、多分いろんな選手がいたりするかもしれないんで、なかなかね打つことはできないですけど、ここが皆さんがまあ寝たりしてる場所ですよね。だからいわゆるね、プライベート空間は守られてるってことですよね。もう一回やります。いいだろう、タレントじゃないんだから。俺噛むこともあるよ。ワン収録に一回は噛んでない。いや、いいんです。噛む噛まない、いいんだから。いいですね。そう、いいで、はい、ここで、あ、そう考えれば、だから全日本プロレス今後入ってくる若い選手たちに言いたいのは、やっぱり僕たちのちょっと時代と違って、今の時代やっぱプライベートがしっかりとこう守られているというか、自分の時間があるから切り替えられますよね。練習終わったらもう自分の時間だったり、まあ、若い選手同士で、まあ、雑談したりしながら、で今はこうやってねプライベートな空間もあるんで、非常に今の時代の全日本プロレスの合宿場いいんじゃないかなと思いますね。ね、プロレスラーが夢見る人たちはやっぱり住み込める環境っていうのは最高だと思います。僕もそうしてきたんで、スーパースターになるためにはやっぱりね、住み込んで道場生活っていうのをやらないとスーパースターにはなれないですからね、うん、今の日本のプロレス界では。だってケンドさんも、ね、はい、こういうお部屋で、はい、相部屋だったわけです。そうですよ。だから相部屋からスタートして、僕の場合はねカーテンで区切られてたりしてて、ねえ、本当にね、こういうとこで住んでましたよ。今どなたと相部屋なんですか。僕はね、だから今は一回住んでないですから、ここに。そう、僕ここに住んでる人じゃないです。さっきも言ったけど、記憶は飛ぶな、よくワープしてんな本当に。
うまい。うまいなじゃないんですよ。すごい。だから本当そうなんですよ。だからこういうとこで若い選手はまあ練習疲れたなと思ったら休んで、しっかり寝て、そしてまた朝起きると。で、ご飯食べて、掃除して、練習してみたいな。あれですか、はい、なんか寮長みたいな方は別にない。寮長はその都度いたりしますよね。で、今だと、青柳選手、青柳優馬選手が練習の先生というか、はい、え、僕は何もしてないですけど、僕はルームツアーの人だから。ルームツアーの担当者。担当者、あ、すいません、僕は教えてないんですけどね。いや、でもせっかくね、こうやって全日本プロレス合宿場に部屋に来たんで、誰かいるかもしれないんで、ちょっとね、部屋を突撃してようかなと思いますね。そんな急に、うん、いやいや、急だから面白いんじゃないですか。逆にね、そう突撃して、今の住んでる声を聞きたいじゃないですか、はい、住んでるレスラーのどういう環境なんて。僕はほら住んでないから、そのリアルなところってやっぱりね、住んでる選手に聞かないと。でも12時ぐらいですね、うん、勝手に欲しいって。確かに、ま、たちょっと大丈夫ですか。いや、良くないかもしれない。でもほら、この前ほら、ね、投稿でも大反響の電話で YouTube 登録してた井上選手、彼はすごい好意的ですから、この YouTube に関して。甘えすぎてないですか、大丈夫ですか。いやいやいや、井上選手はね、多分好意的にね、この取材を受けてくれますから。じゃあちょっと行ってみましょう、井上選手の部屋に。レッツゴー、ギャラピントの YouTube。 多分おそらくこの部屋が井上亮選手の部屋なんで、ちょっとせっかくなんで訪問してみましょう。井上選手、え、あ、どうも。どうしたの今、いや、どうした、寝てたか、プライベート時間だったから。だから言ったじゃないですか、ダメだ。で、登録して好意的なんだから。井上選手、ちょっと YouTube の撮影なんですけど、道場ツアーをやってまして、はい、いいですか、ちょっとお話。はい、どうですか。ちょっと待って、ちょっと笑ってかせてくれ。プライベートいいだろ、今ぐらい YouTube なんだから。何やってんだよ。あ、どうぞどうぞ。突然だからちょっと待って、ね、井上選手、まあまあどうぞどうぞ。昨日ほら試合があったから、これキャリーバッグとかもあって。え、はい、一番荒いインタビューです。一番荒いです。ほら、井上選手来ました。井上選手来ました、ね、初登場じゃないですか、これレスラー出演いただきますよ、井上選手。どうぞ、お座りください、井上選手。ください、自分の部屋じゃない。自分の部屋ですか。井上選手のこれ部屋ですね。はい、すごい、本当にこう暮らしてらっしゃる。暮らしてらっしゃるんですよ、多分井上選手は。いや、どうぞどうぞ。いいでしょ、これ。いい部屋でしょ。テニスあってな。井上選手ですよ、はい、皆様。井上選手、これ今、はい、全日本プロレス道場ツアー、今リング見てきて、あ、もうやったんです。そうそう、リング見てきて、で、住む、あの、みんなで合宿所でちゃんこ食べるとこ見てきて、で、風呂場見てきて、今度ほら新人の募集があるじゃないですか。あ、そうです、ありますね、はい、そのね、新人の方たちに向けても、このね、現在の全日本プロレスの合宿所、はい、道場をこの YouTube、 宮原健斗の YouTube を通してお知らせしようということだから、今日は。そうですね、道場とかは前ありましたけど、うん、こういう部屋とかは多分、確かに確かに初めてかもしれない。で、これ井上選手、なんかぜひもし何かあれば。ちょっとまずその前に、はい、クソクソなんですけど、大丈夫ですか。いや、これ無理です。ちょっと大丈夫ですか。あ、そっか。これ室内履きですから。そうですよ、室内履き。さっき外で履いてました。いやいや、もう下拭いてますから。まあまあ、ギリオッケー。やっぱり気になるのはあれですよね、今現在住んで井上選手の1日のタイムスケジュールとか聞きたいんじゃないですか。朝何時に起きてとか、どういうルーティーンなんですか、生活。大体朝は8時に起きて。8時に起きて。で、そこから新人はいろいろ役割があるんで、掃除の、まあ、例えばトイレだったり、玄関だったり、うんうん、あと道場だったり、で、あとちょっとなんか室内のなんか掃除がけ、うん、掃除機をかけたり、そういう役割あるんで、うん、自分のその仕事をやってから、うん、その後ちょっとだけ時間つく、うん、あるんで、そこでちょっと朝食食べたりして、うん、で、練習は10時から。10時からですね。で、だいたいまあその練習が約2時間ほどあって、うん、終わったらすぐもうシャワー浴びて、さっきの風呂場のですね、はい、あのシャワー浴びて、はい、ちゃんこを作ってっていう感じですね、うん、で、昼ご飯食べて
リラックスして、そこからもうはい、であとは夕方も自分の個人練習というか、そうですね、そういう感じですよね、道場って。その自由時間にこの前電話してたんですよ。そういうことですよ。だから仮眠取ってましたからね、井上選手は。そんなタイミングで迷惑だって言ってましたね、ツイッターでも。まだ恨みは残ってますから、ね、恨みは残ってて、これ新人向けですから、恨みとか言っちゃダメだから、これ若い子が入らなくなるでしょ。どう、逆に現在住んでてどう最初でも練習生の時はちょっときつかったですよ、ちゃんとまあ、ここに泊まる時も。ただ共同生活が始まるわけですからね、はい、で井上選手も高校卒業して入って、僕も高校卒業して入ったんですけど、だって米の研ぎ方もね、さっき言ったけど知らなかったような、料理とかも知らなかったですよね、やり方。だって井上選手は今もう抜群にちゃんこ作ってますからね。そういうのも覚えますよね。そうです、うん、直近の先輩からこうどんどん。そうそうそう、だからそうやって教えてもらって、はい、食事のも方法も教わると。僕の場合は本当に今は悪くなっちゃいましたけど、斉藤ブラザーズのお二人がいたんで、もう本当相撲のそのちゃんこを直々に教えてもらったというか。だからそういう部分なんですよ。井上選手今住み込んで何年ですか？2年ですね。もう2年。これ気になるとこかもしれないですけど、新人の方は何年ぐらいで来られるんですか？でもその人によりますよ。でも僕は4年ぐらいいましたね。3年から4年が多分この業界のいわゆるなんとなくですよ、なんとなくのあのしきたりというか基本ですけど、まあ、あとは選手によって多分全然違うと思いますね。こういうところにもちろん基盤を作って、はい、大事ですよ、ね、大事ですよね、井上さん、道場のシステムって、はい、どう？まあ、でもこれはでもまあ本当にプロレス界もあってのことなんで、絶対まあ残しておくべきことだと思います。そうそう、だから本当にね、井上選手も僕も道場システムしか経験したことがないからね、むしろね、それ以外の方法知らないから、逆にだからこれを見てる、これからねプロレスラーを目指そうっていう若い選手は環境めちゃくちゃいいよね、はい、もう練習する環境があって、食事する環境があってね、こうやって井上選手みたいにこうやってね寝る環境もあって、やっぱり一人の時間っていいですよね、こうやってね練習が終わってね。なんで笑ってるんですか？急にインタビュアーに切り替えた、インタビュアーに。急になんかインタビュアーに。いや大丈夫、井上選手の、俺が若い新人募集これからするぞっていうタイミングだったら、現在住んでる人の意見ってね、めちゃくちゃ聞きたいんですよね、はい、そうじゃなかった？プロレスラー目指してる時、はい、どんな生活してるんだろうなとか、昔の昭和の人の話聞いても全然もう、そうそうそう、違うから。昔は意外とね情報を出せなかったんですよ、表に。今って全て、今今日の YouTube 見たら分かるんですけど、す、ね、出してるでしょ、等身大ですから今。そうそう、今どういう生活してるんだろうなとか言って、で優先ね、こう試合とか行って、はい、で帰ってきてここでゆっくりして、で練習してっていうことですよね、はい。この道着もありますね。あ、井上選手は柔術家だ。だから井上選手とかはほらキックとか寝技とか関節技使うじゃないですか。だから10時から12時まではこの道場で練習して、はい、でこういう夕方の個人練習でこういう風に多分柔術行ったりキックボクシング行ったりっていう、もうだからもう練習の漬けの毎日じゃないですかね。だいたい柔術も週2で、キックボクシングも週2なんで、だいたい週4日でやってます。だからこうやってデビューして自分にこう、ね、余裕が出てくると、こういう風にもう自主練というか、そういうのもすごい入ってきて、でこういう選手が育つってことですよね、うん、これからね若い入ってくる選手は井上選手の後輩になるわけですからね。テストのなんか攻略法ってありますか？まあ、でも体でかくするのもまあ大事ですけど、まずも基礎体力ですね。スクワット、腕立て伏せ、うん、あとまあ腹筋、背筋とか、あとまあできればマット運動とかもそうですね。大体テストをちょっとだけ浅めにやりましたけど、いざその合格して入門したらちょっとも回数も増えて、だいぶそのテストよりもきついメニューとかもあります。まあでもね、プロレスラーをね目指す人はやっぱりもう大きな野望を持って入ってきますから。ただやっぱりこの練習環境だったり、こうやって住むところだったりっていうのは非常に環境がいいと思いますね。僕もこの世界16年いますけど、そういう意味では全日本プロレス今は入る人たちはね、チャンスですよね、若い選手は。でこうやって直属の先輩もこうやって優しいわけじゃないですか。こんないきなりね、押しかけて、うん、優しいからちょっと紹介して、自分が。難しいっすよ。いやいや、じゃあ自分が優しい人か。自分が優しいですよなんていやいや、だからどういうふうに指導するか。だから直属の先輩がやっぱ大事ですから、まあ、しっかりでも分からないところはアドバイスしたりとか、やっぱりできることはちゃんと教えたいですよね、うん、逆にこういう後輩はちょっとやめて、こういうのはやめた方がいいよっていうのはあるんですか？
ちょっとプライベートの面ではちょっと生意気というか、なんかちょっとあのすぐもう顔に出ちゃうみたいな。あ、まあでも井上選手、僕も高校卒業してだったじゃないですか。正直子供だったじゃないですか、高校生なんてね。井上選手なんか入門してちょっとずつ大人になるよね。まあ大体いろいろ教えてもらって、うん、そう本当に。だから逆にもうそんなに大人として来なくていいんですよ、子供として来ていいんですよ。本当僕ら子供だったもん。僕本当に子供で何も分かんなかったですから。でも本当にこうやってあの社会人としての生き方だったり大人としてのマナーをこの道場に入って学べるっていうのもすごく人間としてもいいですよね、このプロレスの道場システムはね。だってエジェンドさんもそういうマナーを教えてくれたのはあの方って、うん、いやだからもう嫌いですから、今はそれなくしてんだから、抹消してんだから記憶から。でもそれダメですよ、消しちゃダメかい、うん、ダメかいじゃなくて。だからね、井上選手すべて教わるよね、いろいろ、はい、学生からやっぱ大人になるっていう意味では、だから本当何も心配いらないと思いますよね、はい、なんかこういうこと知らなきゃいけないんじゃないかとか、こういうプロレスのメニューできなきゃいけないんじゃないかとか思う人いるんですけど、はい、もう意外と出たとこ勝負で行ってみてテストを受けてみてそこから考えればいいんですよ。ちょっとでもなりたいと思ったらそこから人生変わりますから。まさにチャレンジです、うんうん、でも、まあ、こうやっていろいろ今、うん、こう急にご健太さんが来ましたけども、うん、やっぱこう井上選手にとって憧れやっぱ見張る、まあ、そりゃそうでしょう。ちょっと僕川田さんの、あ、宮原じゃないの、え、川田川田俊明か、あの、あ、違ったね、俺じゃなかった、このいるから YouTube 回ってるし、俺って言うかと思ってる。でも、ちゃんと尊敬してる部分、いや、ちゃんととかいらないから、尊敬に、はい、尊敬は尊敬だから、ちゃんと尊敬してるって日本語ないから、はい、尊敬してるでいいから。一面はある、一面もある。なんで全面じゃないんだよ、なんで一面なんだよ。片面だけ、片面だけじゃないんだよ。まあ、川田俊明さんが好きだということで、はい、だから本当に憧れてる選手がいるんで、プロレスラーになりたい子はね、はい、本当にその憧れに、だって憧れてレスラーになってるわけですから、うん、夢を抱いて福岡からテストを受けなかったら今がないわけですもんね、はい、僕らは、僕も一般オーディション、井上選手も一般オーディションで、今回の12月21日も一般オーディションなわけですよ。本当に本人次第じゃないですか。そうですね、うん、僕ら福岡からもわけも分からず飛行機で来て、本当東京のね渋谷スクランブル交差点、あれ毎日お祭りだって言ってたじゃないですかテレビで、はい、マジでそうですからね、僕らにとってはね。もう初めてその、うん、ここに出てきて、うん、あの東京に出てきて、うん、ちょっと本当にそのびっくりしましたね、腰抜けるかと思って、うん、だから本当にそういう日本全国からここに募集してますから、はい、どうですかこの今、はい、井上選手の方から、うん、これから来る新人の方で何かありますか、うん、まあいろいろ、まあ多分入って大変なこともあるかもしれないですけど、はい、まあプロレスラーになるっていうそういう気持ちを作って、ぜひ応募していただきたいなと思ってます。ぜひですね、まだ迷っている若い者たちがいたら、もうこうやって井上選手のね今声も聞きましたし、もう本当にどんどんね夢をつかむために一歩を踏み出すためにご応募待ってますから、はい、皆さんお待ちしております。宮原健太郎 YouTube チャンネル登録高評価よろしくお願いします。宮原健太郎 YouTube 最高。